アンドリュー・ジェイコブ・パックは、アメリカ合衆国アイオワ州、シーガー・ラピッツ出身のプロ野球選手。左投げ左だ。MLB のオークランドアスレチックス所属。2013年の MLB ドラフト35巡目で、デトロイト・タイガースから指名されたが、この時は契約せずに、フロリダ大学へ進学した。2016年の MLB ドラフト1巡目で、 オークランドアスレチックスから指名され、プロ入り。契約後、参加の A-9 バーモントレークモンスターズで、プロデビュー。10試合に先発登板して0勝4敗、防御率3.03、40奪三振を記録した。2017年は、A 級ストックトンポーツと AA 級ミッドランドロックハウンズでプレーし、2球団合計で27試合に登板して6勝10敗。 防御率4.03、184脱三振を記録した。また、この年は、オールスターフューチャーズゲームのアメリカ合衆国選抜に選出された。2018年の開幕前に MLB.com が発表した、プロスペクトランキングでは32位、アスレチックスの組織内では1位にランクインしたが、トミー・ジョン手術を受けることになり、この年は全休した。 2019年は6月に AA q ストックトンで2年ぶりに実戦復帰した。その後 AA q ミッドランドと AA、A、q ラスベガス、アビエーターズを経て8月20日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。翌21日のニューヨークヤンキース戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは10試合に登板して2勝0敗、防御率3.18。 13奪三振を記録した。2020年はメジャーでの登板はなかった。2021年は、先発五番手のマイク・ファイヤーズが、故障者リストで開幕を迎えたため、ドールトン、ジェフリーズ、コール・アービンとその枠を争ったが、パックはマイナーで開幕を迎えたことになった。身長2メートル超の本格ハサワンであり、ランディ・ジョンソンと比較する声もあるが、請求力不足で、 リリーフ向きとも言われる。速球とスライダーで牛耳る姿はデーブリゲッティやアンドリューミラーを思わせる。ありがとうございます。